1964年頃の黒べき駅舎短式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。短式ホームは駅舎に接し、島式ホームとは、古線橋で連絡している。エレベーターやエスカレーターは設置されていない。ホーム西側には、側線が数本残っている。駅舎内には、待合室と便所がある。かつては、 売店もあった。JR 西日本時代は、富山地域鉄道部管理の直営駅で、緑の窓口を有し、マルスタンや緑の券売機を備えた。愛の風と山鉄道への経営移管後も、同社の直営駅として運営されており、緑の窓口も引き続き設置されている。2017年3月の、 新旅客案内システム導入に伴い、記事駅と共通で、公共交通の利用促進を目的に黒部ワンコイン、プロジェクト実行委員会が2016年に制作した、公共交通の歌のアレンジが到着メロディとして、使用開始された。近年廃止された、日本通運事務所後1975年9月1日撮影の、当駅周辺航空写真。 JR 貨物の駅は、車扱い貨物の臨時取扱い駅となっているが、貨物列車の発着はなく、貨物設備や専用線も当駅には接続していない。ただし、鉄道要欄平成28年度初週の、路線図からは当駅の記述が削除されている。1987年4月1日の JR 貨物発足当時は専用線発議車扱い。 貨物のみを取り扱う駅であったが、1994年3月21日より、営業範囲を改正して、専用線発議車扱い貨物に加えて専用線、発着コンテナ貨物の取り扱いを開始した。その後、1995年に当駅に接続していた、飛行アエ三3日、市政連所専用線が廃止され、1996年3月16日に、 専用線発着貨物一切の取扱いを廃止、車扱い貨物臨時取扱い駅となった。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、 鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。1983年4月1日現在における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。 2020年度の1日平均乗車辞任は1016人である。各年度の1日平均乗車辞任は以下の通りである。黒部市の中心市街地からはやや西へ外れており、市鉄本線の電鉄黒部駅は当駅から1トルほど離れている。市営駐輪場とパークライド駐車場が整備されている。アイノフライナーの隣の停車駅は、 愛の風来なあの項を参照のこと。ありがとうございます。